君が見てた空の色は何色ですか。照れてやつみた言葉を今日メールで君に送るから、ここが君の居場所なんだから、一人じゃない、大丈夫。
違っていい感じたままを話せる自由な場所を守りたいよでもなんかそれが嬉しい今年もまた